今回は「99%の人に伝えたいこの世界を変える方法を紹介します「戦わない人間にもはや未来はない」「待望のベストセラー第2弾私たちはこの世界をいかに変えていくべきか?」「圧倒的支持を集める医師の具体的処方箋。日本の今そして日本のこれからについてをそして 自らに尋ねてほしい自分は日本という大きな船に乗る日本人の一人として日々どのように感じて暮らしているのかを果たして私たちは胸を張って幸せといえる生き方をしているのかを果たして私たちは自らが自らの指導者といえる生き方をしているのかを日本を内海氏の言うような根っからの連続体質の国にしてきたのは。 彼らの思惑通りに考えることを放棄してしまい奴隷としておとなしく生きていく道のりを選ぶ方が楽ちんなのだと思うようになっていた私たち自身なのかもしれないいやきっと私たち自身なのだ納得できないまでもこの国で生きていくためには仕方ないこととして何事も黙って受け入れてきた私たちは皆紛れもなく奴隷に属する存在である そう言えるのではないだろうか人類が自分を肯定している限り人類はこの先もずっと地球を壊し人体を壊し摂理を壊し続けるだろう何よりも誰かをあるいは社会を変えるよりも前に自分がまず変わるべきであるということである今日から今から自分の持ち場で自分のための一歩を踏み出そう以上 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。